カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンとペッ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 ペインです。はい、マスオです。はい、というわけで今日はですね、モンスターストライクモンストの英雄の神殿の修羅場闇に、この3人で行きたいと思います。おお。でね、なんとなく僕闇はクリアしてるんですが、多分ね、これコンティニューしてクリアした気がするんですよ。もうね、ボスの手前でめっちゃ強いの。なんかね、動くやついるじゃん、あのダッダッダンって、うんうんうん、牛みたいな、あれが全部動き出すところがあって、それでモンスターがあのステージの中心あたりにいるとすぐ死ぬ。みんな外側にいないと、なんかみんなこう何、中心をクロスして動くのね。ああ、じゃあそこで大ダメージ食らってしまう。で、多分濃紺はしてないと思うんで、今日はこちらに、じゃあやってるじゃないですか、うん、結構やってる。俺、神殿は全然やってないですね。ランクすごいもんね。いや、あれワクワクの実がすごい、あの、いいものだからやっちゃうんだよね。濃紺主義のチキン野郎増えましたね、使えるキャラが。ワクワクの実、そう、どんどんなんか増えてるよ。なんか最初は全然少なかったのに。そう、だからこう、前なんだろう、もうこのキャラあんま活躍できないなみたいなキャラも意外と使えるようになってきてる。それも途中ね、道中の雑魚がいろんな、あの何、属性がいっぱいいるから、これだけバラエティに富んでていいと思います。はい、え、入ってるよね。スタート、はい、ゴー。よし、いくぜ。で、さあこのメンバーで勝ちたい。これここ勝っても特急手に入るとかそういうわけじゃない。あ、そういうわけじゃない。もう、他のなんだろう、木とかは全然クリアできて、修羅場、全然落ちないね。ああ、そうなんだ。一級は落ちるんだけど、銀の何、実みたいなしか見たことない。うーん、はい、おー、そう、これもね、多分の番なんとなく思うのが、左のこのレーザーが強いので。強いよね。お、こっちから光さん回復あるじゃん。そう、まだまあする意味がないんで。あ、しゃあ、おー、うまい。今度だから右も入れるよね。右も入っちゃおうかな。そう、じゃあ右に。頑張れ。僕も反射した。やっぱ反射いた。めっちゃいい。いい感じだね。反射のアンチ呪力バリアがやっぱ一番いいですよね。好みですね。うまくやればね。そう、カカカンとかもね、貫通じゃできないから。あ、ヒカキン。ちょっとこっちかな。え、持ってんすかこれ。え、え、持ってるよ。すごいよね。唯一ゲットできてる超絶のモンスター。あ、なんか一人でやるときよりなんか順調なんだけど今の時点では。初めて俺見たこのキャラ、武田信玄。こいつはアリスより方面が強いって評判なんですけど、3500なんですよ。おお、これはマーリンの方面。でも方面が3体いるってことじゃん、はい、あ、そう、すごいいいじゃん、ね、雑魚処理はやりやすいんじゃないかな。 あえて回復しながら行こう。いやー、みんなに当てて回復じゃ。お、すごい。あのね、すげえ回復するよ、3匹に当てると。おお、無敵じゃないですかね。いやいや、全然、あの、今敵全然いないから当てれるけど、うん、敵だらけになると3体に当てるのむずい。どうする、もうちょっと粘っていく、それとも倒す。あ、そう、これね、粘っていった方がいい。あ、そう、実はね、この次の次ぐらいでもうボスが来ちゃう。あ、じゃあもうゆっくりゆっくり。ちなみに、だからこの次のフロアで確かその牛が出てきて失敗するとやられる。そこがまず1回の修羅場。そう、よし、うまい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 。フォーミングだからね、みんなやりづらいもんね。信玄さん、これ横勘だね。はい、ほい。あ、信玄さん、スピードが遅い。オーディンの歩き遅くない？遅い、遅めだね。オーディンなんか遅いか。オーディン遅いんだよね。これ早かったらまたいいんだけど。そう、なぜかこの英雄の神殿はすぐボス来るんだよね、うん、それがまたミソってね。そう、どれだけ貯めれるかみたいな。これもういい、しょうがないね、しょうがない。あ、本当だ、いいホーミングだこれ。すげえ。おお、ホーミングだけで9万5000くらってる。すげえ。しかもまだ極みじゃん。あれだね、ローレライのなんか色違いみたいな。あーあー、しゃあないわ、倒しちゃいますね。チャキーン。あ、倒しちゃいました。めっちゃ面白い。すげえ、ホーミングマスクだ。あ、やべえ、あ、この位置ももうね、やばい。これならまだ大丈夫だと思うけど、はってくらい食らうんだよね。へぇ、そう、これこれこれ。みんなできるだけ内側に行かないようにしたくて、はい、じゃあ一体それか木だけ倒す、その横間とかで右上に入ってって、そう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 、薄く横上、なんか上行きたいっすよね。まあでもそれで下とかね、真ん中行っちゃうとね、だから横並み。お、うまい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 。あ、あ、でも最高じゃない、いい、最高じゃない。そう、もう次のターンで動いちゃうから、この あと一ターン、やべ、2体ぐらい倒して。あ、ここ横間で2匹倒せるんじゃない、はい、?2 匹倒せばだいぶいいかも。あ、こっちじゃん。ホーミングでいけ、いけるいける、ホーミング生きたれ。あー、惜しい。ポッポッポッポ
あっ、そう、これがね、マジで食らうね。そう、次でまた2ターンしかないから、いや、これ横で一体倒したよ。そうだね、一体倒した方がいいかも。いきます、頑張れ。いけるな。いいよ、うまい。一体倒した。緑も倒せるもんね。あー、回復もある。ただね、ホーミングで一体倒せるからね、とりあえずは。ちょ、あ、そうだね、ちょっとポイントね、ハード取るね。オッケー、おらー。おー、一体倒せ、一体倒せ。よしよしよし、あ、これ多分大丈夫だ。うわ、いいね。順調、やっぱみんなのモンスターがいると強えわ。いいな、これ。あ、これ入ってんじゃない、左。はい、いきますね。いけ、あ、ちょっ、あ、チャパ。でも全然いいでしょ。いけ、ダメだ。よっしゃ、倒した。これで、あー、あー、あと飛んだ方がいいかな。でもここなんか入りそうな気がするんだよな。入りそうですね。いっちゃいましょうか。あ、チャパ。あげれた、うまい。その2匹に当たった。プロでボス、あ、倒しちゃった。そう、これで、ね、強いんだ、このボスが。なんかね、ブランブランって爆弾が飛び出すやつ、うん、で、これね、マジで食らう。これはボスをメインで行った方がいい、それともこれはボスをメインで行った方がいいと思う。あとは毒なんだよね、もう。じゃあこう、これはね、強いんだ。でかっ。しかもそう、バフムートはでかいんだよ。薄くいくような感じでいきます。はい、ゴー。だから本当は多分ここまでにストライクショットが溜まってると一発でダーンって行ってすぐ倒す。え、この次のターンでもうめっちゃ強いのが来んの。どうしよう、これどうしよう、どうしよう。ヘビ倒すか、ヘビ倒します。なんかね、これ毒で結構食らうから。え、あ、倒してね。痛い、痛い、倒した、痛い、倒した。おお、まだ大丈夫だ。今多分爆弾が意外と食らわなかった。そう、これもガンガン仲間だね。お、いいね。はい、おー、おー、そう、これはいける。あ、移動した。どうする、クシナダで当てて、回復、こういう感じか。いけ、仲間にも当たれ。ゴー、よし、回復。あー、あー、あー、でも大丈夫っしょ。おー、そう、これ毒でジャジャやられんだよね。これどうしよう。ハートがいいとこにある。ハートを取るような形でで、いいと思うよ、クシナダ。あの角度だったらいけるよね。シナダより左の方を狙っていく感じかな、これ。よし、はい、じゃあ行きます、せーの、ゴー。よし、あったあった、よかった、回復取れた。それも攻撃、これ来ない。あ、いけるじゃん。これは、これじゃあこう行きますね。いけー、行ってくれ、倒せ倒せ。おお、倒した。いけそうだね。それも、そろそろストライクショットがたまる、たまる、たまる、もうたまってる。それも毒だから、もうこれあんまり大ダメージって感じじゃないよ。地味に、それもマーリンで回復しながらいけるから、あんまり倒しすぎないで。はい。あ、次のマーリンで回復、まあ、そうだね、敵一体にしちゃえばいいんですよ。怖いな、これ多分当てたら倒しちゃうよね。もうそうだね。でもみんな溜まってるから、もうかなり回復するじゃん、ほら。お、すごいね。大丈夫だった、超いい。ちょっとやっちゃってるけど、倒しちゃえ、全員溜まった。よし、じゃあ回復取って、やった感じじゃん、これもう。いけるじゃないですか。シャー、どうした？いけんじゃない？ただね、こっからもブワーって敵だらけになるんだよ、確か。そう、このストライクショットの使いどころと、あこれ下のやつらが、や、あ、使っちゃおうか、使っちゃおうか。これ角度どうした方がいいかな。みんな同じ方向に動く、横、でも重力バリアじゃん。上の方向、こういこうか、じゃあこんな感じで。あったこれ。こいつはもうボケちゃってるんで。あー、そっかそっか。おぉ、やばい、おぉ、おぉ、おぉ、いけるじゃん。いけるじゃん、強い、強い、強い。そしてダンテ、上から回る、上から回っちゃえば使わなくても倒せるかな。いけ、いけ、いけ、おぉ、次でいける。強い、強い。そう、こいつらのレーザーがマジで強い。あ、危ない。あ、でもこれ倒せるんじゃない。しかも回復もできちゃう。オーディン、普通にあってに、オーディンの方行きますね、倒しに行きますね、倒す。え、お、やばいかな、全員結構来る。大丈夫、よっしゃ、よっしゃ。あ、どうしよう、これ倒しちゃった。ザンゴプラス、でも、で、俺に当てれば絶対倒せるか、ボス。そうだね、そうだね、倒せるよね。それか普通に直撃してもいいんじゃない。直撃して、下目に行けば下がっていくとか。この直撃して、この、おー、いった、よーい、狙い込み、オッケー、いい感じ。マサさん、素晴らしい。よし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 。でも次、一匹しか攻撃来ない。これじゃ上のハートを生かして、下の、あ、でももう攻撃来ないからね、とりあえず一旦一気にみんなのホーミングで。あ、やば、大丈夫、大丈夫、上のハード育てたい。お、育った。これは一個取っ
取んなくても大丈夫だけど、縦か、そうだね、オーディンに当たっちゃったら食らうけど、あちゅー、でもこれだけじゃやられる、あ、やられる、やられた。大丈夫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 、今ストレッチショット溜まってるから3個あるからね、うん、あれマーリンかな、よし弱点出しましょう、もうバッチリで、オーディンでパガーン、オーディンずらしてほしいな、僕も弱点なんすよ、ちょっと、あ、じゃあちょちょ、オーディンずらせるかな、あーでも、でも厳しいから、左だったらいけるよね、とりあえず使っちゃえば、これ使います、あらー行ってくれー、魔法かけてあげな、でやー、オーディン、オーディン、オーディン、おあ、オーディン左いけるじゃん、でもこれ、かぶってない、しょうがない、かぶってない、え、かぶってない、下、端、あ、でもわかんないから、怖いから、でも次のターンまでってこれないよね、弱点、いや、僕が出せるんですよ、あ、そうなの、はい、すげえ、じゃあ、いっちゃうよ、うん、普通に、普通にこう、やっぱ当たっちゃうよね、マスオさん、正しく危なかった、危ねえ、惑わせてしまった、次のターンまで耐えればこれ、ザコだけ倒しますね、おお、あ、上行った、お、次、ダンテ、いや、使った方がいいっすよね、使っちゃう、これで攻撃は普通に、じゃあ、ただ出すだけってこと、はい、まあ、出しもう使った方がいい、使うしかないよね、あ、これが本当は出すやつなんだ、はい、じゃあ、これテキーラ系なんだね、みんな、え、ちょっと、パッチャパッチャ、いやこれ回復、あ、攻撃来ない、オーディン、で、一撃でアクセ、回復取るよ、うん、やべ、やべ、危ない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 、時間大丈夫か、まだ大丈夫、一体しかぶつけられないか、あ、あ、オーディーン、いやー、おー、これでオーディーン決めましょう、どうしよう、こっちに行こうかな、大丈夫かな、そこ当たるかな、大丈夫、爆発するから、いきます、そうなんだ、ゴール、死ぬ、友情コンボもこう、え、87万、こいつ HP めっちゃ多い、うわ、次来るね、銀さんの次攻撃、あ、誰にぶつけよう、いやー超強いじゃん、2匹ぶつける、超強いんだよ、やっぱ60ってだけあるよね、うん、スタミナ、はい、ラストね、あ、使いますか、1個しかねえオーブ1個しかねえ、使っちゃいますか、そうですよ、クリスマス、クリスマスプレゼント、クリスマスプレゼント、はい、おー、ありがとうございます、これで負けそうなくらい強いからね、それ、うん、でもだってマーリンとこいつが能力が被っちゃってるから、ね、被っちゃってるんだね、おっ、あー、そう、てかそもそもクシナダ引っ張ってればよかったんだね、多分、あー、そっか、クシナダの、あー、相方が、あ、もう弱点消えた、クシナダを、あ、ほんとだ、それに、じゃあ強いよね、クシナダ悔しいなー、おー、超強い、あー、一気に食らうね、ストライクショットなんじゃん、オーディン80万も食らって、あれしか変なかったもんね、これどうしようかな、あ、まあ友情こっちで使いつつだね、まあ、そもそも次も串るから、まあここで負けたらやばいこれ倒したんじゃない、あ、でもやっぱさっきも当たってたんだね、やっぱね、当たってて、もうこれだもん、100万食らって、これってことは500万くらいあんの、400万、すっごい HP 多いね、よし、じゃあこういう感じで、ほらこれ倒したでしょ、いや、これさすがに倒したでしょ、イエーイ、ワクワクのみー、ワクワクさん銀、銀一級ってことかな、これ、あ、そうなのか、そう、特級ってのが一回見たことなくて、いや、多分コンティニューとかするとやっぱ出なくなりそうだよね、うーん、関係あるのかな、スピードクリアするととか、おっ、お、何の実だろう、さあ、いいやつ来い、コンティニューしたんだぜ、おっ、一級だよね、これね、さあ、なんだ、あ、なんか字が出るようになってる、お、一級だ、あー、これか、前も一回見たことあるんだよ、俺らももらえるんじゃん、もらえます、あ、そうなんだ、もらってます、お、あ、もらえるキャラだったら、もらえるキャラだったら、あー、そうなんだ、マルチってそうなんだ、自分を含む、ん、今出たのがこの下のやつってことだよね、うん、そうだよね、あ、自分を含む同戦闘型の HP が200個以上アップ、同戦闘型っていうのは、な、あの、何、あの、神とかそういうことってこと、そういうことなの、マーリンって何だっけ、天使、魔王、魔王、魔王なんだ、魔王だったら結構、魔王か、マーリンが、じゃあ全員魔王だったら1000アップってことね、うん、そう、これの特級だともっとすごいアップするんだよね、確か、じゃあこっちにしようかな、うん、あんま気絶しないんだよね、これ、あー、今もしてないじゃん、一回も、でも HP アップはもういつもアップってことでしょ、
自分はとりあえず250アップしてるってことだよ。うわ強いよねそれは。250魔王っていつ買ってたっけな。まあいいや、今度やっちゃおう。そもそもあの今の上のやつもそんなめっちゃいいやつでもないんだけど。うーん、わー、おー、やっぱなんか普通にいいのはストライクショット短くなるやつとか短縮するやつとかが好きだけど。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。今回のこの動画もしよければグッドボタンお願いします。今回プレイしたアプリのダウンロードリンクをこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひダウンロードして遊んでみてください。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方はこの動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。その他、本日のゲストマスオに PDS の、マスオゲームスに PDS ゲームズ2人のゲーム実況チャンネルのリンクも動画概要欄に載せておきますので、合わせてチャンネル登録お願いいたします。最後に私ヒカキンの、Twitter アカウントに LINE 公式アカウントも動画概要欄に載せておきますので、フォロー友達登録お待ちしております。Bye. Bye. Bye.